現在牧畑山に来てます。雨の合間の曇り天気を狙ってやってきました。本日は10月6日で、時間は朝8時半です。非常に綺麗な草紅葉、顔のように見える山肌、大変美しい紅葉を楽しめる山です。風が吹くとやはり結構寒いですね。大変美しく紅葉していない緑の木と、紅葉している草の色のコントラストがとても素晴らしいです。正面はこちら越後三山の方面なんだと思うんですけれども、特には日本海が見渡すことができます。これから牧畑山、正面の山ですね、向かいます。大変美しい稜線が続いています。ずっと右の方に向かって歩いていきます。ニセ牧畑山に到着しました。ここが9合目です。ニセ牧畑山、遠くから見るとここが牧畑山なのかなというふうに思ってしまうことから、この名が付けられたと言われています。この後登山道を下って、この稜線をずっと歩いていきます。大変風が冷たくなってきました。そんな時に便利なのがこのグッズです。ちょっと紹介させてください。これコデュラナイロンで作られた山旅のミトングローブです。ウィンドブレーカーのようなグローブになってます。こんな感じでミトンのようになっていて、グローブの上からすることで、冷たい風から、手を守ることができます。ここが牧畑山避難小屋です。牧畑山の頂上の手前にある避難小屋です。中ちょっと覗いてみたいと思います。事前に確認した時にはとても綺麗なところというふうに聞いていたんですが、とても中綺麗ですね。非常に整備されています。中に入ると右手にはお手洗いが設備としてあります。避難小屋から出た正面には水場があるということなんですけれども、10月の状態で水場がどうなっているのか一応確認しておきたいと思います。水場はこの下をずっと下っていくと、下にちょろちょろと川があるので、そこで入手することができます。避難小屋からはちょっと距離がありますので、事前に水は準備しておいた方が賢明かと思います。現在また風が日本海側の方から出てきました。風速1メートルで1度下がるということなんですけれども、かなり冷たい風が当たるので体感温度がかなり低く感じます。では牧畑山の頂上に向かって歩いていきたいと思います。まもなく頂上という場所に今います。牧畑山の頂上にはこのように池塘があって、細かな沼が点在しています。紅葉との景色とのマッチがとっても綺麗です。
今非常に冷たい風が吹いていて、手がかじかむような状況なんですけれども、先ほど紹介したこちらのミトン、今気づいたんですけれども、これ直接スマホの画面をタッチすることができます。ですので今これ、ミトンの下にグローブ何もつけてないので、素肌上からこうミトンをしているような状態なんですけれども、それでも、しっかりと画面をタッチすることができます。またミトン単体で使用してもとても暖かくて、かなり防風性のすごい強い作りなので、このような秋山登山なので、ぜひとも、おすすめしたいアイテムの一つです。巻畑山山頂に到着しました。巻畑山から後ろを望むと、今歩いてきた道を見ることができます。先ほど撮影した池塘がちょうどこの真下ですね。割引だけ向かおうと思ったんですけど、結構下山して風が強いので、牛ヶ岳の方行きたいと思います。なんだこれ、すごい。手前の黄金色に輝く草紅葉と、その奥に見える紅葉しない針葉樹林があって、このコントラストが素晴らしく綺麗です。そしてこのパッチワークのような美しい山肌、もうあと1ヶ月もするとこの辺りは雪に覆われてくるんだと思います。牛ヶ岳が見える辺りまで稜線歩いてきました。またちょっと紅葉の雰囲気が変わってきました。ぜひ見てください。これ感じで緑の上に高い高いのもちょっと分かんないんですけど、なんか巻畑山というのはいくつかのピークを総称して巻畑山とこういうらしい。かなり足元がぐちゃぐちゃしてて非常に歩きづらい場所です。はい、ここがピークですが、何の印もありません。はい、ただすごい景色が綺麗です。こんな感じです。やはり標高を落とすと山の色が変わって、ぐーっとこのように標高を上げていくと紅葉があるというこのような景色です。これ本当7月とか高山植物すごい綺麗なんでしょうね。2000メートル級の山でこんなに
がない。ラオウすごい珍しいな。